皆さんこんにちは、ワナリグリビジです。では今回は新ギレンの野望復活のララ続きをプレイしていきたいと思います。逆襲のシャアシナリオにララを歴史介入ポイントで復活させて完全エンディングを見ていこうという企画になります。今回はですね、地球侵攻作戦の続きになります。ダカール以外の全拠点を制圧する必要がありますので、まあハワイ、北京、マドラス、キリマンジャロ、こういったね、残りの地球上の連邦軍の拠点、これを潰していきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。あとはですね、サイド6で、まあ、連邦軍の高官がね、まあ、クーデターというか、反乱というか、政府転覆を、我々の政府を転覆させようという気配がありますので、これを潰しておきましょう。アルファジェル投入します。申し訳ないが、このガザ C3 機は犠牲になってもらいましょう。これでね、制圧をしちゃいます。ガザ C3 機はアルパージールララーのファンネルの前に敵と一緒に破壊されてしまうっていうね、ちょっとそういう状況ですけど、ここは効率を重視します。シャアナイチンゲール、私の勝ちだ。アームロ、排入ガンダムはこのまま西海岸から攻略をね、行っていきたいと思いますので、このカリフォルニアに入ってカリフォルニアを攻略したらハワイに向かってもらいたいと思います。東海岸から西海岸までの移動は特にね、レウルーラとかに乗せることなくこのまま進んでいきましょう。さあこのララだ。だから戦うのです。ララーが一気に敵を殲滅してくれるからね、この火力はすごいよな。サイド6がどうだろう、敵のマーク青色になっているので占領しても良さそうですね。占領しちゃいましょう。ニュータイプ研究所から報告します。サイコフレームの応用研究が終了しました。研究の成果は開発部へ回します。開発部の報告をお待ちください。これはシナンジュが作れるんじゃないか。報告します。旧反地球連邦組織の一部が連邦側へ回ったとの情報を得ました。中には強力なニュータイプ能力を持つ者も含まれています。これ誰のことなんでしょうね。強力なニュータイプ能力を持った、報告します。あ、パイロットが敵に回ったということですけど、兵の戦意が大きく向上しています。まあ、地上ではね、ニュータイプ専用機、ファンデルがね、大きくその威力を発揮するっていう機会はあまりないんですけど、まあ、それでもね、やっぱり、敵に回れるのはね、あまり嬉しくないですからね。新兵器の開発プラン、これはシナンジュと、そしてクシャトリアですね、早速作りましょう。もうお金にもだいぶ余裕があるというね、状況ですからね。新兵器開発、シャトリア、そしてシナンジュ、売額投資して一気に完成させていきましょう。3ターン後にはシナンジュできますね。これでシナンジュとクシャトリアもね、前線に投入していきたいと思います。サイド6守備隊の撃破および政府高官の拘束に成功しました。報告します。連邦政府から拘束した高官の身柄引き渡し要請が入りました。見返りとして資金を提供するとのことですが、いや、これどうなんだろう。引き渡すと国際世論が上がる下がるっていうのが、まあ、ありそうですよね。はい、これですね、どうやら政府高官を引き渡した場合には自国支持率が下がる代わりに資金が5万で、引き渡さなかった場合は国際世論が下がる代わりに自国支持率が上がるっていう内容ですね。ここは一旦ノーで、国際世論をあえてちょっとだけ下げましょう。というのもですね、受動を加入させるには国際世論を90以下にする必要があるので、一旦90以下にするためにこれノーを選択して10下げちゃいましょう。了解しました。これで柔道ルーが我々の軍に入ってきてくれるはずです。早速来ましたね。
連邦軍に参加した模様です。え、連邦軍に参加したの？連邦軍に参加か。樹道は敵に回ったと、そういうことですね。そういうこと？国際世論、まあ確かにちょっと下がってはいるね。まあちょっと致し方なしなのかな。まあ75は下回らないようにね、気をつけていきます。では軍を突入させていきましょう。ではカリフォルニアに突入です。ここはシャアのナイチンゲル、アムロの排入ガンダムでね、一気に制圧を進めていきましょう。ちょっと足が遅いかなというのはありますけどね。はい、これでカリフォルニアが落とせそうですね。しっかり落としちゃいましょう。また一つ連邦軍の地球上の拠点を制圧しています。マドラス基地の方に今度は侵入してます。ここもサザビーがいるかな。一気にね、攻略進めていきます。攻略戦を開始します。報告します。旧反連邦組織が我が軍への資金提供を表明しました。反連邦組織の一部は疎水連邦の敵についたという情報もありましたけどね。ロンドベルが奇襲を企てているようです。その一方で資金の提供をしてくれたと、ちょっと謎の動きだな。開発部より新兵器の開発が、これはシナンジュとクシャトリアですね。早速受領しましょう。ご覧になりますか。で、シナンジュにはそうだな、樹道が来てくれれば樹道とかね、乗せてもよかったかなと思うんですけどね。まあここはララーを乗せましょうか。了解しました。政府に外交施策の、でクシャトリアにはクエスを乗せるとかね、ちょっとそういう方向で考えたいと思います。ロンドベル隊が強襲攻撃、これはどこにだ。ここだ。まあ、カリフォルニアでよかった。ここはまあ言ってもね、すごい数だけど、ここであればなんとか持ちこたえられるかなっていう場所ではありますからね。ナイチンゲールとハイニューガンダムで戦い抜きましょう。とりあえず防御をしっかりと固める。まさかここに強襲攻撃をかけてくるとはちょっと思わなかったですね。レウルーラもちょっと下げとかないと危険なんで下げます。まあ、しっかりと拠点に入って回復しながら、まあ、シャーとアムロで戦えば十分にね倒せるかなと思います。このケイラとアムロが戦うというのもなんとも切ないな。戦争で宇宙を汚した俺たちの仕事だ。マップ兵器が使えないですからね。ちょっとこの54という圧倒的な部隊数をさばいていかなきゃいけない。でこれさばくには当然そのしっかりと補給線をつなげてさばききらなきゃいけないので、アムロとシャア以外は補給線をさばきに行きましょう。下からつなげるしかないよね。なのでつなげに行きます。これで一応補給のラインはつながったかな。補給しながら戦えそうですね、これでね。ここにいるラーカイラム、ブライトのラーカイラムが邪魔なので、これ潰しちゃいましょう。これを潰しておけば、まあ、本当に補給ラインが維持できるという状態になると思います。はい、これでマドラス基地も攻略完了ですね。カリフォルニアは敵の強襲を受けてますが、まあ、それ以外のところは順調と言っていいと思います。
基地中心部の柔道ができに回ってですね、敵残存戦力を相当、火力的には敵も一定のものを確保して、我々は逆に本来手に入れたかった火力を失ってしまったというところはあるんですが、まあ、それでも有利に戦いを進めてますので、このままですね、攻略戦は継続していきましょう。はい、キリマンジャロ基地も制圧完了ですね。着々と進んでますね。残っているのが北京、あとハワイ、それと敵の強襲攻撃を今受けているカリフォルニアだけかなと思いますね。このまま一気に敵軍を殲滅していきましょう。木星戦団との関係かなり良好なんですけどね、柔道が向こうに行ってしまった、その分岐点はちょっと確認後でしときたいな。まあ、戻る気も今のところはないんですけど、とはいえ原因はねちょっと知っておきたいですよね。残ってるのがダカール、ハワイ、北京、まあ、ダカールはねハワイと北京攻略完了したら行える行為なんで、まあ、この残りのね、2つの基地破壊を進めていきましょう。さあ、ロンドベルの大舞台がやってきましたね。まあ、本来というかね、宇宙マップだったらシャアとアムロのファンネルで圧倒的な制圧力を発揮できる場面なんですけども、まあ、ここはそうはさすがに、まあ、いかないとこういうところですね。しっかり、まあ、回復ポイントだけ守りながらですね、粛々とここは進めていきたいというふうに思います。こんだけの大舞台ですけど、アムロとシャアがちゃんと補給を受けながら戦えば、まあ、負けることはないですからね。させるか。カリフォルニアではこのアムロとブライトが戦うというのもなんとも切ないですよね。カリフォルニアに強襲かけてきたロンドベル隊はこれでなんとか撃退はできたかなというところですかね。あと残っているのが北京、ハワイというところですけど、まあ、これらの拠点も陥落させることはできると思うんですが、一方でベルファストの方にダブルゼータのジュドーが今侵入してこようとしてきていてですね、そこが一番むしろきつそうですね。防衛戦力を置いていなかったので、これをなんとか始末つけないとベルファストが敵の手に落ちてしまうかなと思います。これでカリフォルニアは制圧完了です。敵部隊の反応はありません。では続いて北京ですね。こちらも攻略戦ご覧のように始まってます。総帥、北米のニュータイプ研究施設を利用すれば我が軍に所属するニュータイプと強化任命、このね再調整を行うと国際世論がむちゃくちゃ下がるので、これはノーにします。再調整してアムロに離脱されるのは痛いですからね。そうそう、さっきのロンドベル隊襲撃に関してですが、どうやら我が軍の機密情報が敵に漏れているようです。情報部が内通者摘発のため強行捜査の強行捜査、まあ捜査自体はいいかな。これ国際世論がむちゃくちゃかかるってことはないでしょう。情報部に直ちに内通者摘発に取り掛かりします。報告します。月都市より資金提供が打診されました。世論の良化が要因だと思います。国際世論ちょっと確認しておきましょう。大丈夫だね、マックス近い。はい、では今回はねここまでにさせていただいて、残り北京、ハワイ、ダカール、この3つの拠点の攻略を次回ですね続きとして進めていきたいというふうに思います。